はようございます。今日は栂池ゴンドラからロープウェイを乗り継いで白馬乗鞍岳こっちに行こうと思ってます。ロープウェイ降り場からだいたい2時間程度のハイクかなと思ってます。めちゃくちゃいい天気です。天狗へ登る急登かな。登ってるとこです。天気いいから暑いんだけど風は冷たい。よいしょ、ほらしょ、どっこいしょ。天狗パーまで上がってきました。結構な急登、大体1時間ぐらいです。でもうそこに白馬乗鞍岳の山頂も綺麗に見えてます。まだまだもうちょっと、あと1時間弱上がります。いい斜面に上がります。天狗原の上を登ってます。これ上がったところが白馬乗鞍岳の稜線尾根につくところです。頑張ってます。いや、ちょい。
辺はだいぶ見た目よりもモナモナで滑りで、引っかかるよね。天狗原まで来ました。今日はいい感じでしたけど、ちょっともなか状の雪でターンがしにくいというか、無理すると転びそうなものでした。ずっと滑ってきて、登りたかった表層なだれが、こっちの下に起こってますね。やっぱこっち滑らないみたいな。はい、瀬玉さん。おお。ズームが使いにくいけど、ズームにすると多分景色が悪くなる。あの辺ストップ駅。おお、うまい。おお。ストップ駅。でもうまい。あれ？出てきた斜面から転合した、こっから、運動まで落ちてきます。ストップなので。疲れるね。
ノープレーのさっき歩いたとこだね。で、この尾根から向こう行ったらいいね。あの、大のサーフ場域で、まあ、ここから全然もう落ちてくるでしょ。そうね、まあいいかな。リンゴの方が流しやすいから、うん、そうしましょう。ロープウェイ下からリンゴまで着きました。今日もありがとうございます。